応援団時代の、一番笑った話 僕が1年生の一番入りたての最初の夏合宿の話なんですけど、僕同期がいなくて1人で入って、で先輩が上に3学年数人ずついて、僕右も左も分からない状態で、ひたすら先輩の背中を見て、ついていくっていう生活で、その中でようやく夏合宿の日が訪れてしまった。で、夏合宿は千葉の鴨川っていうところで、5泊6日ぐらいだったんですけど、練習がやっぱり普段よりもきつくて、でもうなんか海浜辺走ったりとか、合宿特有の練習やったりとか、きついなと思いながら、食らいついていったんですけど、練習はある程度予想つくじゃないですか、なんか辛いなっていうのは。でもそれ以上に衝撃だったのが部屋の中での様子なんですよ。で、応援団って僕が1年の頃って、後輩から先輩に自分から話しかけてはいけないっていうルールがありまして、先輩から何か言われた時に、その押すなり返事なりするっていう、自分から先輩に口を聞いてはいけない。それだけじゃなくて、同じ部屋では足を崩しちゃいけない。ずっと正座だったんです。で、その時は4年生、いわゆる幹部と言われる人たちと3年生以下、下級生と言われる人たちがの別々の部屋で、2部屋で分かれてて、僕は1年生だったんで、2年生、3年生と一緒の部屋だった。3人一同じ部屋？きついね、ちょっとそれそうは。なんですよ。やっぱ1校へだけでも結構普段から怖いのに、2校へも一緒にいるっそていれう。は大変よ。だからもう恐縮しっぱなしですよ。1年生ですし、同期もいないから。で、正座してたら、その当時の3年生のある先輩、じゃあ仮に A 先輩とします。A 先輩が、僕の、A 先輩の一つ下の B 先輩に、お前らつまらんからなんか面白い話でもせえ、ドスの効いた声で、無茶ぶりをするんで3すよ。年が2年にだね。そうです。それを見てる1年だね、自分は。そう、僕はまだ見てるだけで。で、その B 先輩は、でも普段そんな先輩に自分から話すっていう習慣がないので、押すみたいな。押すなんで、基本返事は。戸惑いのオスが出た。そうなんです。押すのニュアンスで、おお。感情表現するんですけど、その時は、押すみたいな。おお、すげ押す先輩。え。いきなりみたいな意味なんですけど、もう何もないんかみたいな。結構無茶ぶりがすごいかったです、3年生の A 先輩は。ただ、もうそういう習慣がないので、普段から。お先輩、そう言われましてもみたいな。急に面白い話しようと言われまして、終わったけど、じゃあ、お前今から俺とプロレスせえっていう話になりまして、押すみたいにまたなるじゃないですか。よりなんか強調した、押すみたいな。よりわけわかんない押よね。す。なんでプロレス？でも、それも拒否するわけにはいかないので、もうなされるがままに、A 先輩は B 先輩に、なんか、腕十字固めだとか、技の名前わかんないですけど、なんとか固めみたいな、いろんな技をやられてるんですよ。僕、まそだの時正座です。こう、ピッて気をつけてやられてんの。で、ささすすががに、に、おわーすって言いながもうらいなんた。か、軟体動物みたいに、もういろんな方向に体、もう曲げられて、愛のあるね。そうなんですよ。でもやっぱ、反抗できないから、抵抗もできないんです。もう、されるがままで、僕、正座で見てるんですけど、まだ。見てる。ジョッキー何も言えないよね。笑でっても、もダメ。いや、先輩がやられて笑うるときのに。も、痛い。だって2年生はバカにできない。そうで3す年生ね。については笑いを、ってやんなきゃいけない。そうそなれんはです。わかるわ、ちそょっれとね。こう、恐縮しながらの歯出笑いせなんないでよすよ。ね。そうなんですよ。思いっきりガッハッハッみたいなのはなくて、スッみたいな。ちょっとこう、口をすぼめながら、スッみたいな。そうです。これが多分応援団会の正解だね。後輩の正解で、もうスッだったんですよ。素晴らしい。技かけられてる B 先輩も、かけられつつも、
押すみたいな。ちゃんと押すしてるのか。そうなんですよ。まだちゃんとあの、理性保ってる。修行してるからね。普通なんか、やめてください先輩とか言うじゃないですか。普通いてよとかなったり、おおおすみたいな。偉くない？でもだんだんちょっと辛くなってきたのか、息が荒くなって。なんで？おすおすお、これがええか、これが気持ちいいか。おお B お前これが気持ちいいんか。おこれじゃあこっちはどうやみたいな。おすお先輩そろそろみたいな。もう息もう荒れてきちゃったんですよね。もうみたいな感じで見てるんですけど、もうついになんかもう限界迎えたらしくて、 B 先輩が技をかけられすぎて、もう笑いと痛みとで頭がもうわけわかんなくなっちゃって、でもその時にびっくりしたのが、ただそれでも応援団の理性保ってすごいなと思って、すごいね。その時に言ったのが、おせ、お先輩、おせ、何故、何故先輩、それほどまでに、何故それほどまでにって言ったんですよ。おっしゃって。これが応援団かーっていう神髄を見ました。すごいね。どれだけ痛くても、どれだけ笑っても、もう絶対に崩さないという。もう絶対に失礼なことは言わない、うん、その結果がお世話何故それほどまでにちゃんと綺麗な日本語を使うという、すごい普段そんなことが、これが A 先輩は3年生のそれを受けてもとりあえず続けたんだ、うん、そうなんです、理由を言ったわけではなくて、はい、B 先輩のもう痛えよ苦しいよが普通だったら言ってえな、はい、ちょっとそれは痛いっすもうきついとかなるところをなるんですよ、はい、ところを何故それほどまでにそれでそれはだから初めてオスとか以外に出た普通の人間としての人口だったんだよね、だからそれでもしっかりと正しい日本語で反抗する、何故それを見てる僕ら素晴らしい顔を背けながら、ありがとうございます。あれ本当に最初の合宿だったので、いやここまでやるのかっていう、なんかもうだから先後輩としてのなんていうか姿をその B 先輩には学びました。かっこいいわ、ほんとかっこいい、その捨ててる気もかっこいいし何故って言ってる、だからそういう意味ではもう僕も染まりきってたかもしれないです、かっこいいわ、半年ありがとうございました、いやー締まりましたわ、とりあえず